バリックストリートはニューヨークシマンハッタンを南北に走る通りである。車線は南行きの一方通行である。バリックストリートの北端はウエストビレッジのクラークソンストリートであり、それより北は南7番街となる。その南端はトライベッカのレオナードストリートのすぐ南のウエストブロードウェイと合流する地点である。途中でハドソンスクエアを通る。途中で横切る。 主な東西方向の通りは、ハウストンストリート及びキャナルストリートなどである。バリックストリートの右2車線は、ブルームストリートとの交差点からは、ホランドトンネルに入る車専用の車線となる。この地点は、ラッシュアワーには渋滞ポイントとなっている。バリックストリートは、初期のニューヨーク州議会議員かつ1789年から1801年まで、 ニューヨーク市長を務めたリチャード・バリックから取られている。彼はこの辺りの不動産を所有していた。バリックストリートの道幅は1917年の7番街の延伸の期間に拡張された。この拡張プロジェクトによってセント・ジョンズ教会などの多くの古い建物が解体された。こうしてミッドタウンとロワー,ーマンハッタンを結ぶ新しい自動車道が開通することとなった。 このプロジェクトにより、IRT ブロードウェイ -7 番外線の建設につながった。ダウンタウン M20 バス路線は、バリックストリートの全区間にまたがっている。また、クロスタウン M21 バスは、西行きではハウストンストリートとの交差点で、東行きではスプリングストリートとの交差点でバリックストリートを横切る。 地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番街線のハウストンストリート駅、キャナルストリート駅及びフランクリンストリート駅はバリックストリート上に位置している。ありがとうございます。